本日はお集まりいただきありがとうございます。11月11日、いよいよ WE リーグが開幕します。ということで、開幕戦で対戦する2チームのキャプテンにお越しいただきました。早速ですが、金賀さんから自己紹介お願いします。サンフレッチェ広島レジエナの金賀ゆかりと申します。よろしくお願いします。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 はなちゃんもお願いします。はい、三菱重工浦和レッズレディースの柴田花江です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はなちゃん初出演。はい、初です。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。はい、ちなみにレジーナ対レッズの試合は開幕戦やけど12月20日に延期ということでなってます、はい、なぜならレッツが AFC アジアチャンピオンシップに出るから。頑張ってね。はい、頑張ります。日本の代表だもんね。はい、一応、はい、チャンピオンとして、はい、はい、はい、早速始めていきたいと思います。まず自チームの魅力はどんなところか教えてください。金賀さんからお願いします。まあ、うちは若い選手が結構多いんで、まあ、勢いがあるチームかなと思ってます。まあ、そういう中で今年3シーズン目となって2シーズンで、まあ、しっかり守備の形だったりとかっていうものは積み上げてきたかなっていうところが、まあ、今シーズン、まあ、カップ戦で少し出てきてるかなっていう、まあ、そこがうちのチームの特徴かなと思います。ありがとうございます。はなちゃんお願いします。はい、そうですね、うちのチームは攻撃力がやっぱり魅力かなと思うので、点取られてもそれ以上の得点を取って勝つっていうのが、まあ、最近ここ 1,2 年で、まあ、積み重ねてきた部分だと思うので、今シーズンもそこをもうやりつつ、やっぱり失点は少ない方がいいので、そこは気をつけながらやっていきたいなと思います。ありがとうございます。今年のカップ戦でも対戦したと思うんですけど、それぞれの相手チームの印象はどうですか。金賀さんからお願いします。強い。もうとにかく強い。やっぱり本当に個の能力が高いなっていうのがやっていて一番感じるところですし、まあ、チームとしても本当に、まあ、攻撃力っていう話も先ほど出てましたけど、本当1点取っても全然こうもう1回エンジンかかっていくんじゃないかなっていうプレッシャーもあったり、まあ、レッツさんからはそういう余裕も感じますし、とにかく強いですね。体も大きいし、花ちゃんだけちっちゃいけど。はい、ありがとうございます。いい印象です。はい、花ちゃんはどうですか。そうですね、今金賀さんおっしゃったんですけど、まあ、うちのチームは個が強いんですけど、逆に広島さんはチームとしてすごくまとまってて、チームで戦ってくるっていう印象が強くて、先日のカップ戦は本当にそれで負けたんですけど、なんか本当にみんなが戦うぞっていう気持ちとか、そういうのがすごく感じられて、やってる側としてはすごくやりづらかったです。そしたら言える範囲でいいんで、その相手チームのうわこの選手嫌だなっていう選手がいれば教えてもらえますか。具体的にどういうところが嫌なのもちょっと教えてもらえると言える範囲でいいです。嫌な選手いっぱいいんな。何人でも大丈夫です。まあ、C っていうなら、まあ、花ちゃんこの間ちょっといなかったんで最初から、高橋花ちゃんは、うちの選手多分2人がかりでいてもちょっと勝てないんじゃないかなみたいな。守備のところもそうですし、セットプレーのやっぱり強さっていうものもやっぱりありますし、なんかこうそういう強さもそうですけど、なんかハートの強さもこう持ち合わせた選手な感じがするんで、チームへの影響力もこう高い感じもするんで、すごく対戦して怖い選手だなと思ってます。ありがとうございます。はなちゃん見てるかなこれ。絶対見てる。皆さんに言われたら嬉しいよ。はなちゃんお願いします。はい、ちょっと今名前が誰だったっけな、中盤のボランティアやってる子の8番の子の名前何でしたっけ。小川ですか。あ、そう、小川さん
はい、あの子の、まあ、展開力が、まあ、やっぱり中盤で結構ボールが持っててすごい周り見えてて、そこがすごくキーかなっていうのは感じてます。やっぱりあの小川さんがすごくいいプレーが続くと広島さんも乗ってくるなっていうのも感じてるので、あそこをなんか自由にさせないっていうところは意識してやりたいなと思ってます。ありがとうございます。そしたら今度は自チームの注目選手を教えてください。もちろん自分でも OK です。多分だけどこのお二方は自分って言わないタイプの人。言ってほしいな、言わないタイプの人に言ってほしいな。言いたいところですけど、うちのチームで言ったらやっぱり今は中島だと思います。うん、まあ、アジア大会行って最初なかなか、ね、大量得点取ってる中で個人としては得点取れてない中で準決勝決勝って結果を出してチームも優勝して、まあ、これまでレジーナでもやっぱり得点を多く取ってきた選手ですし、あのアジア大会でこうやって点取って結果出したっていうことは多分彼女の自信にもなんかつながってるなっていう感じも返ってきてしてますし、まあ、これがあの、まあ、次のステップとして、なでしこジャパンにしっかり絡んでいけるようになるためには、まあ、リーグだったりっていうところでもう一個こう結果を出すことで食い込んでいってほしいっていう気持ちもありますし、特徴ある選手なんでやっぱりなかなかああいう選手いないと思うんで、うん、キーになる選手じゃないかなと思ってます。ありがとうございます。いや金田さんって言ってほしかったけど。ない、特徴ない。いやいやいや、つまんない、つまんない。いやいやいや、どうぞどうぞ、次に。ありがとうございます。じゃあ、花ちゃんお願いします。はい、そうですね、誰、本当にみんながすごいというか個の能力高いので、なんか誰ってあげれないんですけど、あげないとダメですか。自分じゃない、自分。ああ、じゃあ私特徴ないです。いや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 、誰ですかね。なんかみんなが点取れるし、なんかみんな本当に推しです。おお、花ちゃんも推しでしょ。はいはい。ちなみにキャプテン何年目？7シーズン目だと思います。すげー。もう、花ちゃんずーっと？そう。はい。あんなさ、タレントのさ、キャプテンを7年はすごいよ。いや、何もしてないんですけどね。いや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 。じゃあ、花ちゃんに大注目ってことで。うん。じゃあ、それでお願いします。最高。最高。はい。そしたら、この開幕戦での注目ポイントを教えてもらいたいんですけど、見てる人にここ絶対注目して見てほしいみたいなポイントをお願いします。注目ポイント、金賀さんのこのオーバーラップをするタイミング。もう言わせようとしてるじゃん。なんだろう、やっぱあれじゃないですか、背番号変更のとこじゃないですか。あ、なるほど。注目は、はい、うん、2番になりました。いや、もう背番号2番の金賀選手に、はいはい、2番グッズを使ってください。 お願いします。はい、おー、間違いない。ありがとうございます。花ちゃんお願いします。すいません、これ質問なんでしたっけ。開幕戦での注目してほしいポイント、見てる人にここを見てほしいみたいな、私のここを見て。言わせようとしてますね。そうですね、でもやっぱりあのリーグカップで広島さんに負けてるので、そのリベンジ、そしてやっぱりチャレンジャーとして戦いに行くので、勝つところをファンサポーターの方に見てほしいです。いい、チャレンジャーじゃないじゃん。チャレンジャーですよ。チャンピオン、昨シーズンチャンピオン。いや、昨シーズンの話なんで。かっこいい。違うわ。じゃあ、すごい。そしたら、今の話から引き続き、今シーズンの目標と開幕戦に向けての意気込みをお願いします。
金田さんからお願いします。今シーズンはチームとしてはトップ3っていうところを掲げていて、まあ、ただ苦戦でタイトルを目指すっていう風に、まあ、選手間だったりいろんなところで話をしていた中で決勝まで進めることができたんで、やっぱり目指すものっていうものを高く設定するのは悪くないなっていうのをちょっと実感してるんで、やっぱりそこに向けてやることがすごい大事だなっていう風に感じてるんで、今シーズンはタイトル目指します。おお、素晴らしい。はなちゃんお願いします。はい、まあ、昨年リーグ優勝してるので連覇を目指して、まあ、連覇できるのはあの私たちだけなので連覇を目指して戦います。かっこいいわ。ありがとうございます。そしたらこれオーラスなんですけど、いつものようにエースチャンネルに一言お願いします。金谷さんからお願いします。エースチャンネルをご覧の皆さん、ついに今シーズンの B リーグが開幕します。本当にこう3シーズン目となっていろんなクラブの色もこう濃くなってきてると思うので、本当にこう盛り上がる試合もどんどん増えていってると思います、いくと思いますし、より多くの方がスタジアムに来ていただけることを願ってますし、 B リーグを応援していただけることを願っているので、エースチャンネルを通して女子サッカー選手の魅力をたくさん知って応援してもらえればなと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はなちゃんお願いします。はい、エースチャンネルを通してあの WE リーグのチームとか選手のこととか、まあ、女子サッカーのことを多分たくさん発信してくれてるチャンネルなので、まあ、これを見てくださってる方々が WE リーグにもっと興味を持っていただけたら嬉しいですし、試合を見ていただけたら WE リーグの楽しさを知ってもらえると思うので、私たちも楽しい試合を繰り広げられるように頑張るので、ぜひ WE リーグお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。タイマスケン感じます。何してん、感じた。開幕戦頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ってことで、あのおまけのもう一言聞きたいことあるんですけど、ここで終わるわけがないですよ、エースチャンネル。すぐ終わりますよ。あ、はい、ちょっとリラックスして、すみません。すぐ終わるんで、あのエースチャンネルに出演してほしいおすすめの選手いますか？ぜひこの選手に出演してほしいみたいな。チームの方でってことですか？チームでも誰でも誰でも誰でも、もう誰でも、うん、8チームでも、うん、海外選手は。あ、おいい、確かにいい。例えば誰ですか？外国人選手、うん、例えばあのジェフに来たジャマイカ代表のビアン、うん、名前なんて言うんだっけ、私アーセナルの時に一緒にやってて、この間カップ戦で会ったんだけど、日本のことがめちゃくちゃ好きで、あの昔アーセナルが日本遠征があって一緒に来たんだけど、その時も確かに好きってすごい言ってたのを思い出して、で WE リーグができた時もすごく興味を持っていて、やっと来れたって言って、日本のことすごい好きみたいだから、そういう選手も面白いんじゃないかなと。めっちゃいい。さすが金賀さん、なんかもう視点が違うな。うん、いやでもこれ企画ウンソムとかソヨンとかに出てもらって。そうなんです、企画今してるところで、はい、ぜひ出演してもらいます。ね、うん、違う視点でね、日本の女子サッカーのことを見るだろうし、うんうん、でもこの企画はぜひ前向きに、かなり前向きにちょっと検討します、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はなちゃんどう？いや、思いつかないです。だろうな、顔がもう思いついてなそうだったもん。もう絶対さ、考える気なかったじゃん今。もう絶対そうだった今、うん、もういっかみたいな感じじゃん。はなちゃん、ちなみにチャンネル登録してくれてる？いいえ、YouTube、なんでやっぱり。あれどうですか、ここにめちゃくちゃ若い子たちとか。あ、うん、新人の子同士とか、うん、まあ、その子だけ取り上げるとかも、はい、確かに。ウィングの印象とか、なんかそういう初々しいところ、はい、いい。めっちゃいい。汚いのはいい。いいじゃん。汚い感じはもういらない。でも忘れはしないよ、チャンネル登録してないことを。
これ終わったらすぐします。 OK。 YouTube、ね、YouTube ある？アプリある？あります、一応あるかい。1話やって使わないです。だってさ、SNS やってないもんね。はい、珍しいよ。素晴らしい。花ちゃんかタカかじゃない、 SNS やってない、うん、高瀬ね、高瀬、うん、確かに。だからこの企画とかこの動画もあの告知できないもんね、花。はい、ね、はい、はいって、はい、最高。できないです。失礼、ありがとう。で音で広げときます。ぜひお願いします。はい、はい、今日は長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。金賀さん、あさって決勝頑張ってください。頑張ってください、マジで頑張ります。頑張りますけど、あのエースチャンネルに物申したいことが。何やっぱしアルビニピーキなんだなっていう。イエーイ。なんでですか、何がですか。あんな特集なんて組んじゃってさ、金賀さん。はい、エースチャンネルがそんなことするわけないじゃないですか。編集しましたよ、明日出ますよ。金賀さん、聞いてないですか。え、ガチ知らなかった。ガチ、ガチ、ガチで。全然知らなかった。なんだよって思ってたよ。いや、エースチャンネル全チーム大好きですか。全チームラブ。いやさすが。見直した、見直した。え、ゲストちなみに誰だと思いますか。知らないですよね。知らない。やったんだ。当ててもらおう。当ててください。2人です。2人。誰だろう。もうサンフレッチェには欠かせない2人ですよ。外したらこれちょっと買えないな。大好き。さやは大好き。あ、ももちゃんは出てもらったんで、初登場です。出てないでしょ。2人とも初登場です。で、あ、大好き。もうラブ。誰だろう。全然わかんないな。若い？ラブ。いや、若くないっすね。大ベテランと。あ、え、ミポと大ベテランと、あの、エースストライカーです。うちの？うん。みゆき？はい。へぇー、知らなかった。ピクさんとみゆみゆに出てもらいました。へぇー。金賀さんの話めっちゃ出てましたよ。そう。はい。ちなみに、楽しみ、それはね、明日出るんで。わかった。文句言ったこと訂正する。本当にごめん。今日はこれだけは伝えないとと思ってたから。でも、あの、そんなわけないじゃないですか。ちょっと、あの、謝りたいことはあります。何実は、花ちゃんごめんね。あ、全然。花ちゃんごめん。実は、あの、アルビの方は28分ぐらいあるんですよ。うん、はい、はい。で、レジーナの方は、あの、はい、14分。はい。半分じゃん。マジやばくない。これでさ、みんなさとか言うさ。あ、ちょっとあのマジで。じゃ、言い訳じゃない。うん、言い訳みたいです。言い訳みたいです。あの、やっぱナホミやったじゃないですか。ナホミってめちゃくちゃおしゃべりじゃないですか。プラスね、あのゴルちゃんのランドセル の、うん、あの写真見たことあります？金賀さんもしかして。ないそれ。ないですか？ゴルちゃんのランドセルの写真の話をもう引っ張りに引っ張りまくって、もうそれで尺と取りまくってしまったんですよ。うん、顔の入れ替えとかの写真とかもね、使っちゃって。そう。なんで、あの、じゃあチャンネル登録しなくていいよ。ねえ、ダメですよ。なんてこと言うんですか。はい、じゃあ絶対してもう爆笑間違いなしやから、もうどれ見ても爆笑できるから。金賀さん、ちなみにうちら編集今日8時間以上してます。今日うちと合わせやば、はい、1人8時間、うん、もう8時間どころじゃない、もうアルビ編長すぎて、もやばかった、もう。はい、頑張りました。はなちゃん、ほんとごめん。あ、全然ごめん、ほんとにごめん、はなちゃん。ごめん。面白い話が聞けて、あの、楽しいです。ほんまに面白いと思ってる？うん。いや、はなちゃんさ、出たらさ、こういうキャラなんだってことが、なんかみんなに知ってもらえた気がする。うん、最高。ね、最高。うん、なんかこんなイメージじゃないですか。イメージじゃない人いると思うよ。今、うちのこと知ってるじゃん。はい。だから、サポーターもしかしたら違うかもしれない。ベールに包まれてるよ。言い方。ベールに包まれてるらしいよ。ぜひ20の質問に出てもらおう。うん、はなちゃんお願いします。20の質問ですか。何かしら。見てないから、知らないから。まず、あの、登録して20の質問から見て。わかりました。
見ます見ます勉強しておきます、うん、お願いしま す, お願いしますはい、すいません長くなっちゃったんで試合もあるんで、はい、はい、ありがとうございました。本当にありがとうございました。めちゃくちゃ楽しい時間をありがとうございました。いや本当にありがとうございます。金賀さん明日タグ付けします。たくさんお願いします。明日まずは明日14分、はい、時間言わない。はい、了解です。お願いします。ありがとうございます。